ちょうだよ。はきたんだよ。はい。本日は なんと、はい、フィッシャーズさんからクリスマスプレゼントが届きました。イエーイ。なんだ、あのちなみにね、うちはチーメロチャンネルウーマさんのね所属なんで、フィッシャーズさんはもう大大大先輩に当たるわけなんですけどね、うん、今回ね、はい、りーちゃんとひめちゃん、はい、プレゼントが届いたんで、ちょっとあきたん出しちゃってください。いきますよ。はい、じゃーん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 。すごい、なんだろうこれ。あ、お餅も気になっちゃうって開封の儀を、はい、振り行います。いきますよ。てってれー、じゃーん。こちらなんとですね、フィッシャーズさんが人生ゲームをね発売したらしいです。こちらね、UUUMのオンラインショップ MU で販売しておりますので、ぜひ皆さんもお買い求めください。今日はこのね、フィッシャーズさんの人生ゲームでね遊んでいこうかなと思います。イエーイ、人生ゲーム初めての人、イエーイすごい、見て、イラストもあってかわいいパッケージ。じゃあ出してる間にサクッとね説明を。こちらフィッシャーズ人生ゲームは、基本ルールはね通常の人生ゲームと同様なんですが、ただプレイヤーはフィッシャーズのメンバーとしてトップクリエイターを目指します。勝敗については通常の人生ゲーム同様に、ゴールした時点でお金を多く稼いだプレイヤーが勝ち。でストーリーは大きく以下のように進んでいきます。中学高校時代から現在 YouTuber 時代からの未来おじいちゃん時代っていう流れで進んでいくみたいです。フィッシャーズ人生ゲームのここが面白いっていうところがあって、フィッシャーズさんといえば鬼ごっこ、うん、なんでね、鬼ごっこカードっていうのがついてます。鬼マークのマスに止まったら、マスに記載されているクリエイターの鬼ごっこカードが手に入る。で、ゴールまでたくさん手に入れるといいことがある。鬼かも。その2はチャレンジカードというのがございまして、はい、フィッシャーズロゴのマスに止まったらチャレンジカードを1枚引くんだけど、カードに書かれたミニゲームを楽しもうっていう感じ ねこれがあのフィッシャーズ人生ゲームの面白いところ。へえ、でもさ、これさ、家族4人で人生ゲームやるの初じゃない？初めてかな、ね、初めてだ。こんな感じでございます。もうなんかイラストがめっちゃ可愛いね、うん、さあやっていきましょう、はい、その前にね、まず自分のマイカーを選ぼう、うん、はい、ペラチ、ベンツ、ベンツ、フェラーリ、赤やろ、黄色いな、黄色、はい、メロッチ、白、じゃあアキタンはオレンジかな。人のせんでしょこれ。そうそうそう、人のせちゃう。これで例えば家買ったらここにこうやって刺す。ああ、そういうことね。私の家って知らないの、人生ゲーム。だって来ないじゃないもん。来ないで。いや、来ないで。順番決めるまで。はい、まず10 10 10 10 10 10 10 9 3 1 4。惜しくねえ。うぇーい。いやー、今この順番じゃん、ちょうど。そこだ、ママ1じゃない？いや、ママ10出すよ、10 10出しちゃうよ。1,2,3,4 や、うん、こう時計回りやろ。よし、じゃあまず皆さんにね現金配ろうかね。カニクリーカニクリーカニクリー、どうぞ、いきます。レッツスタート。7でした。1,2,3,4,5,6,7。はい、これではしゃいぎまくり、制服がボロボロになる。1000円払う。じゃあ次は、はい、5、親からもらったカメラで撮影技術が上達、メタカードを1枚取り3000円。イエーイ。なんなん、メタカードってなんなんやろな。いきます。じゃーん。いつも同じように見えていろんな種類がある丸サングラス。6万とされる。イエーイ、6万ゲットだぜ。さあ、ひめちゃんは何が出るかな。お、4や。1,2,3,4 1000円払え。やだ。イエーイ。
い、じゃあリュウちゃん。俺と一緒か。ママ、俺と一緒やん。フィッシャーズマークついてるけど、これ何なの。フィッシャーズマークにさ、止まったらさ、チャレンジカードじゃん。僕チャレンジカード引いてなかったんで、チャレンジカード引きますわ。明日も引いて。全員1万円ずつ賞金にし、ルーレットを1回ずつ回す。一番大きな数を出した人が賞金をすべてもらう。これお金がなくなった場合、借金。これ10来たら最強じゃねえか。行くぞ。はい。開示だから。ルーレットで6。はい、次りゅうちゃん。絶対姫1とか来るって、こういう時だけ。あ、やばい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 。あ、一緒じゃないこれ。6やさあ、ママたちが問題なんだよね。8。いや、はい、ここでさ、ママ絶対10来るぜ。出しちゃうよ。やだー。でもあれで、サドンです、サドンです。1だと1だと思いたい。うわオワコンだな。ママや。ママ。イエーイ。はい、じゃあ2万円の賞金でございます。やったぜー、はい、2万ゲット。ゆうちゃんもこれチャレンジマスやったな、うん。カード引いた人が一番下になるように手を重ねる。うん、一番下の人は好きなタイミングで手を引き、触った手を叩ければ2万円もらう。叩けなければ他の全員が。どういうこと、どういうこと、どういうこと。え、だからあのこう手を叩くゲームパーンってするの。リュウが一番下でこうやって重ねて、どういうこと。リュウちゃんが引いてパーンって叩くの。じゃあうちらは引いて引くの。そう、あ、オッケーオッケー。いいよ。硬くない。硬いって台本もあるから。4。チュリクの家の網戸で3銭もらうよって。すりおろした大根が絹のような仕上がりに。チャレンジもらう。ルーレット回して出た数かける1000もらう。で5000円で炎上保険に入る。やばいよ。でもそれ10出たらやばい。10出たら1万だろ。4。4000円か。ちなみに炎上保険とは、突然の炎上をしっかり対応して消化する。うわ、いいな。1! 初めて投稿した動画、学校中で大受け、1000円もらう。いいやね。コツコツが大事よ、コツコツが。お、6だ。お、給料日。4000円。おっしゃ。保険入る。保険入りたい。じゃあ1000円ちょうだい。4。なんで一緒に2冊やったん。はい、2個1巻。3000円もらって。給料はいくらかな。初給料だよ、初給料。初任給だ。そうだ。7000円。保険入る。保険入る。はい、3。動画で稼げる YouTuber パートナーになる。3000円もらう。イエーイ。いいな。お、ブラック。2。サインがダサかった。2000円払ってください。経済回しちゃうよ。サインダサかった。6。じゃん、6。映画の口パク動画が大ヒット。8000円もらう。おー、いいじゃん。1や。1やな、これ。あ、修学旅行でレイトに疲れる。車の一番後ろに乗る。怖い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 。怖い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 。1,2,3,4,5,6。ランニングファイト、ルーレットを回して賞金をゲットしよう。1,2,3アウトもらえない。 4,5,6,7 出た数かける1000円もらう。8,9,10アウトもらえない。7000円もらえる可能性がある。7000円。1,2,3アウトもらえない。そろそろ給料欲しい。ママ全然給料もらってない。7。ただの引っ越しが失踪騒動に発展する。3000円払って。払うのかい。ルーレット回して給料日でございます。初任給はいくら。1111111111111。なんかさっきからさ、3000円やん、数ばっか。これで支払って。9。はい、9進んで。1,2,3,4,5,6,7,8でバッグ。はい、やって。お、7000円。7000円。逆にこれはこう、カラコンでイメチェンつける時がすげえブスだった。7000円払ってください。人生ゲームに嫌われてんのか。1 2
1,2,3,4,5,6,7 ストップやストップ動画投稿です。投稿した企画はバズるのか。ネタカード1枚とルーレットを回して奇数が出たら2,000円2万もらう2万もらう1枚5,000円で2枚までデータ普及保険に入れる。音楽コースと動画コースどっちに進むか決める。高額のネタカードタランチャキン10万のネタカード。はい、奇数奇数偶数偶数奇数や奇数、はい、2万円もらいます。で、この音楽コースか動画コースか選べ。どっち行く？動画に行く。愛媛も行きたい。来い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 。5! 1,2,3,4,5 やったー、スキルゲーム手に入れたぜと、お給料7万でございます。やったぜー、7万ゲット。やばくね、9だよ。じゃあストップやん、ストップ。あースキルを取らずに通り抜けたら見習いになるから鍋パーティー過去給料日はルーレットかける1000 え、でも習うってそうだよ、1000かける1000円もらえるよ。うん、あとこういう時に奇数が出ないのが秘密なんです。あーじゃじゃん。お、あーマイナス2万。え、1時間マイナス2万なんやけどはい、いけ。さすがに職業もらえよ。やばくね。10! やばいよ。あー数来たら2万もらえるよ。よーネタカードでもほら変わってくるから。マイナス900,000万、10万、12万、マイナス買えない8 1 2 3 4 5 6 7 8。あ、給料過ぎたな。8,000円払う。はい、8,000円払う。しかもチャレンジカードやまた。デレン、ジャストストップチャレンジ、ボーナススキルブレイクダンス。俺プラス2万や。スマホのストップウォッチを使用。画面を見ずにストップウォッチを止め、5秒に一番近いタイムの人が3万もらう。えストップ 5.06 ストップ 4.32 ストップ 4.3。 あまりやかった。あまりやかった。ちょっと4.70。 そう圧巻勝利。6 2万1000もらう。やったー。なんかカードがあるな。誰が出るか。これ東海オンエアさん鬼ごっこカード。わー、姫ちゃんにサプライズ。鬼ごっこカード誰が出るかな。じゃんべん。あ、おー、1,2,3,4,5。2万円払ってください。なんかさ、やべえ、薄いてきたかも。なんか借金王がわー、結婚だってよ。相手を車にする。ルーレットめでた数かける2000円みんなから祝いとしてもらう。さあ、おめめら1出せよ。みんなから2万。1出せよ。お、1万や。1万円。借金よ。この家は早いもん勝ちだよね。わー、いいね。5万の家買ったよ、姫ちゃん。姫ちゃんのね、姫ハウスお家が建ちました。いけいけ、借金を。相手を言いましょうか。わ、りゅうちゃん3人乗り。これで借金返せるか。返せるか。姫と一緒。おお、1万だ。おりゅうちゃんのハウス。借金ハウス3。はい、あ、どうだ。あ、浮気？浮気や。誰やこの女。正座に待ってよ。やー、1000円だ。オフィス？オフィス。おー、あー、1万いいとこ取られた。イエーイ、結婚だぜ。アスレチックパック買っちゃう？4万円で。4万円でお買い上げ。はい、うん、これメロチパーク。チームパーク。じゃあ、はい、8。お前払うやん。払ってください。まあ2,000円、4,000円か、2,000円か、2,000円やけど2万円ないでしょ。はい、2万円。チャレンジカード。これ一攫千金。一人指名し、あ、趣味投票する。勝った人が2万円もらう。お、勝てば2万円だ。誰を指名する。うーん、じゃあ来た最初のグー、じゃあ行こう。これ強いよ、あっち向いてこい。イエーイ、ルーちゃん
1,2,3 3払う。え、でも3万チャレンジカード出る。チャレンジカード来た。一攫千金。ねえ、やめてよ。トリック王選手権。一人指名し、このカードで書かれたお題を2体同時にスマホ入力。より早く正しく入力できた人が難易度ごと金額をもらう。難易度1万。消防署の消防員の消防車。難易度2万。フリック王選手権1位は俺だ。誰を指名する？あー、ひめちゃん。難易度は2位決まってんじゃん。あー、なるほどね。じゃあもう一回お題見して。いきますよ。オッケーですか？よーい、スタート。はい。はい、2万円ゲッチ。しかも、で、なんか、フリック選手権の入ってないけど。のがないのことごとく全敗してるっていう。自分の番が来るとルーレットを回し、1が出たら2枚もらえるって。わめっちゃいいやん。感じで、終了でございます。結構長かったね。結構そうね、1時間弱やってた。20分ぐらい、うん、結構長時間、長期戦だね。うん、楽しかったね。まあ面白いね、うん、めっちゃ面白い。どこが面白いんだろう、ね、借金だらけ借金だらけだったからかな。皆さんもぜひね、うん、このフィッシャルさんの人生ゲーム購入してね、年末。そうだね、うん、年末、冬休み、いいですね、うん、クリスマス、お正月もあるし、ね、これで楽しんじゃってください。これね、ワイワイやってもらって、はい、はい、ということで、よかったらチャンネル登録か高評価やめろ。バイバーイ。バイバーイ。リュウちゃん、ひめちゃん、はい、楽しかったね。まあ、リュウはちょっと思いのほか借金法になっちゃったもんね。あ、でもさ、ほら家族でワイワイね、まあ楽しめたんじゃないかな、うん、マイナスだった借金で傷を負ったリュウちゃんはお餅に癒されてください。かわりちゃう。かなり深い傷を負ったリュウちゃん。どうフィッシャーシュです。ザロモトチマサイナホメリークリスマス。はい、フィッシャーズからのクリスマスプレゼントです、うん、この宝箱の中には一体何が入っているのでしょうか。気になるね。はい、開けちゃいますよ。今年はお出かけするのがねちょっと難しいんですけど、うん、この宝箱の中にあるものでお友達とそして家族とおうち時間をねゆったりと楽しく過ごしてみてはいかがでしょうか、うん、はい、皆さんこれからも一緒に YouTube を盛り上げていきましょう。よし、じゃあ皆さん一緒にせーの、アデュー。何かな。